おはようございます。おはようございます。斉藤です。さい。めちゃくちゃ眩しくなってきた。眩しくて何も見えてないです続編でございます。はい、はい、突撃斉藤夫婦の年末スペシャル、はい、やっておりますけど、富士山こんな感じ。ずっと今日は綺麗に見えてる。後ろから湯気出てるよ。雲ですね。雲か。いや雲でしょいやなんか蒸発してるのかなって。雪が熱くて噴火してるみたいじゃん。そしたらそう。僕のこう写真とか撮りたい時にベストな雪の量ですね、うん、そうだよね、うん、ちょっと前まで長澤くんだったの。そう、ちょっとしかなかったねということで、はい、今回も取材の方お願いしております。はい、恒例のあの方。何回目ですか？3回目です。あ、3回目か。はい、やってきました。はい、早速行きましょうか。今日はどんな感じなんでしょうか毎回ね、毎回驚くからね。毎回驚くから、はい、そう、行ってみましょう。はい、はい、で今日もよろしくお願いします。お願いします。それでは今日突撃させていただきますキャンパーさんはこちらの方です。どうぞ。ドンドン。お疲れ様です。お久しぶりです。お久しぶりです。年一ベックですベックさん、まゆさん、1年ぶりですね。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。実は今回年末スペシャル、あ、スペシャル、はい、突撃斉藤夫婦をやらせてもらってるんですけど、はい、こうベックさんがキャンプ組んでくださって、うん、あとエセさんと組んでくれて6組で今回キャンプをしておりまして、はい、今回はベックさんとマユさんの恒例、はい、毎年恒例の年一ですね、本当ね。そうなんです、うん、今年もよろしくお願いします。お願いします。今年もよろしくお願いします。もう終わりけど、もうだってベックさんの回は去年だったので。あ、そっか。年に1回だもん。そっか。じゃあ早速、うん、見せていただきたいんですけども。どうぞどうぞどうぞ。今回はここに今、うん、これカーサイドタープみたいに、うん、カーサイドの自作で、はい、自作ですね。どこからの川で実際。あれ島だ。そう、あれこれ何かやつ、有名なおけいさんに書いてもらったんです。はい、九州で一緒になった時あるじゃないですか。はいはい、あの時別れ際におけいさんにもらったんで。なんて書いてあるんですか。金沼夫婦。え、きなこきなこ夫婦きなこ夫婦じゃない。すごい。きなこ夫婦じゃない。せっかくなんでちょっとこれ。でみんな なんかキャラクター持ってるからベックベアって払わせようかな。これしかも、これベックベア。ベンツのベンツのすごい。何これ、ずっと顔認証してるここ。ケイさんありがとうございます。すごい。これは資産のポール。あ、ポールなんですか。アウトドアポールなんですか。そうです。タープポールを穴開けてショックコード入れて、はい、でタープ引っ張って。すごい。穴開けてんすか。これは穴開けてます。あ、本当だ。ここにずれないように通ってんすね。穴開けちゃって通しちゃって、であと車へはこういうゴムのハンドルじゃないけど、はい、アメリカ製のゴムのこういうクリップがあるんで2本使って閉じちゃう。で穴開けてタープ引っ張っちゃってる感じ。すごい。でその下にリビングスペースっていうんですかね、テーブルとチェアと。この椅子は前回も、はい、お話しして多分、はい、あ、ローバーローバーチェアですね。はい、でバージョンアップしてるのはこのノースのクッションか。これね、あの、はい、ファスナーで閉じるとクッションになる。わー、すごい。かわいい。しかもかわいい、はい、へえ、うん、こんなのあるんですね。枕にもなる。なる、なる。枕にも開くとリバーシブルで、はい、あ、リバーシブル、うん、あとスウェード調な方と、はいはい、ちょっと防水性ある方。へえ、これぐらいか。かわいいです。かわいいね、いいね。ワンコにも良さそうだね。うん、あ、確かにね。あとはテーブルがノーデルさんのテーブル、はい。今日皆さんおかげさんでみんな、そうです。みんな皆さんこちらみんなノデラーです。ノデラーなんで嬉しいですね。嬉しいね。うん、でこれはテーブル本当はこう M サイズ1個と、はい、サイドマウントっていうガスのマウントを。これいいですよ ね。でこれは横に置いてるだけなんで、はい、そう、なんかブリッジかと思ったんですよ、ね、そう違うんですよ。実は分離できて並べてるだけ。別なんですね。こっちの片側にはまってるだけなんですね。それで支えられるんですね。
ね、この重みを、このポールで支えてるわけじゃないんですか。うん、これなくても平気なんですけど、はい、うん、ダッチオーブンとか乗せても平気な荷重と思って、ポールがあれば、はい、まあ、なくても、うん、なくても2リッターぐらいの、なあの夜間とかは平気で、調理するとき暗いんでライトがつく。すごい。でここも取れるので、じゃあこのポールもノデルさんのやつですか。これもノデルさんの。すごい。でフラットにもなるし、はい、つければ調理中の焼き加減が見えるライト。魔法使いにはならないです。魔法使いには似合いますね。出た。この間もなんかさ、黒魔導士みたいな。あ、魔導士そう。マーチングバンド。かわいいですね。ハリーポッターだよ。魔法が使えるわけじゃない。あの ここにやっぱ先端につくのいいですよね。ここに。そうですね。もう、まあ、一応オプションでこういうハンガーもあるんですけど、はい、これはジグは直接入るので。そうですよね。これがなんかこう僕は結構このスッキリしてて好きです。ストーンが、はい、嬉しいですね。これは何ですか。この2つある、これはアンビエンテック。あれ、これトミーさんのとこにもあった。あ、多分一緒。あ、頭オストライトがつく。あ、はいはいはい、裏が見えるかな。なるほど、見えます。とね、これ料理美味しく見えるんですよ、このやつ。なるほど、うん、その夜のじゃあそう、なんかねゴージャスに見える。下が照らされて、テントの中で夜は寝るとき持ってって、はい、手元でいろいろなんかやるときに、はい、なんか読書とかされるの。いや、しないしないよ。結構読書棟にはちょっといや、でもおしゃれじゃない。読書棟とかね、あのどこだっけ、本屋さんではずらーっと並んでたりする。あ、そうなんですか。スタヤカデの、そうなんだ。そして、あ、これがミニですね。S がミニ、はい、S でしたっけ。こっちは S、S サイズですね、はい、あれ、山広さんの置き方ですね。あれ、ああ、山広さん、そう言って、そう言ってもらえると思って。まあ厳密にはこれだけ置いてなきゃいけないですよ。間違えた。そう、間違えた。あの、贅沢に使わなきゃいけない。あ、そうなんですね、はい、これはまあ前回も説明したこういうワンアクションで、いや、素晴らしいです。2センチになるテーブル、はい、こっちもシステムは一緒ですもんね。一緒です。いや、やっぱいいね。だから、うん、M と S でこうやって使って、例えば背の高いドリンクとか、はい、と座ってちょうどよく、うん、自分の飲み物をここに置くと料理だけが上に並べられるんで、そうごちゃごちゃしちゃうじゃないですか、はい、それをしたくないんで、一旦こう一段自分のスペースに戻ってるかなとか、うん、すごい考えられた。あ、なるほど、こっちもあるんですね。こっちこっちもあります、はい、わ、これはどれ、これちょっと見ました。どっちでしょう。これカトラリー、かわいい、カトラリー、はい、てるかな。カトラリー、来年からノデルさんちょっとシリーズを始めようかなっていうので、今イベントだけでちょっと展開様子見てる、はい、これお皿と、これ何ですか。左、これは何だと思いますか。ちょっと待ってください。はい、はい、センス違います。はい、お香違います。あ、立ててカトラリー系ってことですもんね、うん、これはこう開いてトングになる。おー、かっこよ。トランスフォーマー、すげえ、すごい。あ、なんかで反対に折っていくと、くるってやるとこうフラットになるんで、しまいやすく、うん、もっともっと、ペタンと、うん、うわー、うわー、なんか優しい。これはすごい。そうで、これうちの住宅のバッグあるんですけど、これにも全部こういうのが入ってきちゃうんで、はい、っていうシリーズを。うわー、これは可愛いですね。可愛い。え、これすごい。でもお肉とかいっちゃっていいんですか。これ、うん、お肉、熱いもの、あの、なんていうんですか、こう網焼きとかで使っても、うん、だ、自己責任になりますが、はい、多分基本的には大丈夫。燃えはしないですよね、多分、うん、火にかけるわけじゃないんで、はい、まあ焦げるぐらいぐらいですかね。長く置けばね。チーク材のこういうスプーンとかフォーク、お皿、コップ類を置くライン。すげえ、かわいい。これかわいいですね。かわいい。いやー、なるほど。この辺かな。あと、これ何だと思いますか。ブロッケンさん。ブロッケンと言います。ジェンガ。あ、マジで。なんでボケないですか。太郎さんらしくない。確かに。これ、いや、見たんすよ。あ、見たんだ。はい、なんかジェンガインスタに載せてるなと思って。これをこう開けると、おお、なんか形が違 う, う形が。じゃあ弟が宮大工なんですよ。はい。え、そうなん。そうなんですよ。マジな宮大工で、で、なんか作れないって言ってキャンプで遊べる、そのチーク玩具じゃないですけど、はい、なんか玩具トイみたいなのを木でなんかできないかなと思って、ちょっと試しにやったのがこれですね。すごい。本当に昨日みんなで盛り上がって遊んでたっていう。
形もおしゃれですね。形もそうなんですよ。これノデルの、 あの輪郭にしてるんで。本当だ。それをこのそうすごい。この ロゴの形になってんですね。輪郭がそうなんです。なんということでしょう。すごいね。キャンプで遊べるジェンガって言えないんですけど積み木。はい。実際のジェンガはあと10個高い あるんで、はい、これくらいの量なんですよ。なるほど、手軽な感じなんですね。じゃあもう手軽ですね。ただ昨日本当酔っ払いたちで遊んでたら2人目で倒してました。意外とね難しい難しいかもしれないです。この隙間があるから。いや下手くそなんですよ。あとキャンプ場と傾斜があるじゃないですか。あ確かに絶対に、はい、どっちかに偏るんですよ。はいはい。だからそれもやってて面白くて、今日夜ちょっとやりましょう。遊びましょう。やりたい。この辺は多分前回はい一緒ですかね。で、あ変わったのこれかな。クッカーなんですけど、はい、ビルトインできるガステーブルを見つけて。えこれはこれあれこの上についてるボタンのやつ。あこれさっき見た。あでもこれネイチャーハイク。そうネイチャーハイクさんの。えこれもビルトインできる。うわこれおおすごい。えこれたまたまここのそうあのフォロワーさんがこれ、はい、コンテナ買っていただいたフォロワーさんが、はい、これで料理してこれが合うよって言って、はい、僕が後追いで買ったんですよ。すげえ。そうなんだからもう、うん、これすごく楽になって。すごいね。ここで切ってこのまますぐ料理できちゃ う、うん、うネイチャーハイクなんですね。いくらなんですかこれ。1万5000ぐらいです。だからフラットバーナーぐらいですね。ですね、うん、もうちょっと安かったかな。へえ、うわこれなんだもうねつまみが上にあるっていうことがこれ楽ですよ。あこれですよね、はい。そうあとガスがねこうマグネットで逆さにつけれる。うわすごい。すごい。コもついて。あコもつく。あすごい。あ全然映ってなかったすいませんどこからどこ裏から。あ裏からこれがですねこうマグネットでもつくのとそうここのくびれで入るので、足も出るのか。えすごい。あ置きでも使える。でも使える。うわこれ欲しい。まあ、元をたどるとスノーピークっぽいんですけど。確かまあそうですよ、ね。でも出し出して。で IGT 企画ですかこれ。これは確か IGT 企画になります。入るってことですよね。ここ出して。え何？こっちにもガスこう持ってんのかな。へえ。こうなのか。だから直置きでもこう。ああまあなるほどっす、ね。こうなると。ガスってこう逆さにした方が出やすいとかそんなことはない。なんか液出しできるんでしたっけ逆さだと。うん逆さですね。あそうなんだ、うん、火力が強くいけるんじゃないのか。そうだから弱いなと思ったら逆さにしたら火力上がったりする、うん、まあ3パターン使えるんで。すげえ、まあ、これよりもここにはまったことが確かにあれやったんで。確かにすごいねこのフィット感、うん、フォロワーさんに教わってありがとうございます。そうですね。うちも使ってるあのあこっちサビとサビとサビサビこのスタンド ありがとうございます。あ動画でよく見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ便利ですね。めちゃくちゃ便利。やっぱちょっと欲しいなっていう場所にパチンとキュッとつけれるから、うん、上から止めれるんで、はい、そうですよね。これが本当楽です。組み立てなくて、うんうんうん、これは前もあったな。キーノさんの、はい、初代モデル、はい、初代モデルの発売前でね、これはね。へぇ、尾藤さんと知り合った時に今度これやるんですよって言ってもらったのがこれ。なるほど。初代の。じゃあまだその、うん、キーノさんの走りのやつってことですか。初代ですね、はい、もう今大人気ですよね。確かに。あ、面白いのこれかな。すごいゴミ箱。ゴミ箱なんですけど、はい、これは九州のスタンダードマニアさんで結構前に買ったんですよ、はい、忘れてしまって。ゴミ袋の中にメッシュのこうバリバリっと輪郭を作れる。あ、好きなとこですか。あ、そうなんです。で、袋を外に入れるとこうやって自立するっていう。すごいやつ。すごい。ちっちゃくなるから便利。確かに確かに。だから簡易ゴミ箱として。あ、使いやすそうですね。バリバリっと。これあ、なるほどなるほど。これが本体。へえ。でこの袋は300円ぐらいかなって言ってて。あ、そうなんですね。こういう簡易の。面白い。うん、アイディア。お店のオリジナルって言ってました。あ、売ってるのはこれだけなんですか。うん、あ、これも300円で売ってました。あ、なるほど。これ普通にガサ袋に印刷したって言ってたから。はいはいはい、
おしゃれだなと思って、これおしゃれいいっすね、うん、簡易ゴミ箱に。これお店の名前です。スタンダードマニュアル。あ、本当だ、スタンダードマニュアル、うん、マニュアル、マニュアル、多分まだオリジナルがあると思います、はい、こっちが軍用で水を入れてます、ウォーターで、はい、でこっちがジェル缶の20リッターです、はい、でこれが給油ポンプの電動、これすごい全部黒なんですよ。黒ってないんですよ、うん、こうオレンジとかになっちゃうんですよ。そう、ここだけ透明とか。あ、確かに全部黒が、全部黒っすね。これはホームセンターのカインズ。カインズなんすか。1300円。そう、これ見つけてみんなに紹介した。すごい。これちなみにこうやって灯油が、まあ、なあの手動のやつもそうなんですけど、こうやって帰るときはこう 抜いて持って帰りますよね、ここ灯油ベトベトじゃないですか。ケースがあります。あ、ケースついてるんですか。鞘みたいのがあるんで。あ、へえ。で、鞘をここにまたフックできるんですけど、はい、で鞘もポコって入れて、めんどくさくせく、あとこれが給油した後にかけるホルダーがあるんで、うん、で自動で止まるんで、はい、ここオンしたらこのタンクにはピタッと。焚き火コーナーなんですけど、これは変わらず円ですね。これは、はい、あの先生の傑作品、はい、山広さんの傑作品で、このポールはこれはあの、はい、ああシューワークスさんっていう、本当はこういうハンガーが別であるんですけど、ね、はい、直接つけちゃってます。なるほど。で先っちょがチタン。はい。チタンなんですね。こっちチタンなんですよ。あ、これじゃあ曲がんないですか。曲がんないです。アルミのやつも出てましたよね。はい。僕これの偽物を買ったんですよ。見ました。はい。あの1回目で曲がりました。硬いところだと。チタンだとやっぱ強いんですね。こっちはあのオークの色の方ですね。テーブル。これもまたノデルの、もテストで作ったノデルのチープの、はい、かわいい、カフェトレーとカップ、へえ、おしゃれ、本当だ、いいね。イベントだけで今出してます、うん、あ、そうなんですね。来年からレギュラーしようかなと。へえ、あ、それキーノさんの新作、これ、うん、これ蓄光つって電気消した後も、はい、あ、光ってるんですね。光ってるんですよ。めっちゃ便利じゃない。見えるかな。わあ、なんかすごい光り方なんですよ。ほぼこっち照らすんじゃなくて、確かにここが中で光ってクラゲのように。あ、めっちゃ可愛いですね。可愛いね。で消すと見えるかな。ちょっと夜じゃないとあれですけど、ここが緑色に。でもまあ分かります。多少は蓄光の、うん、はい。へえ。もうじゃあ下は明るくないんですか、このパターンだと。いや、一応は出るんですけど、はい、どっちかちょっと上の方が綺麗に目が出て。あ、そうなんです。うん、すごい。どんどん進化してるね。すごい。で、チェアは、あ、ゼンヤークさんの、はい、レイドチェア。レイドチェア。レイドチェア。すげえ軽いんですよね。あ、軽いんですね、これ。うん、持ってみて。あ、ほんとだー。アルミ？アルミ。これアルミです。あ、軽い。ブランケット。ブランケット。これはカルマストアさんで。あー、なるほど。サムサラっていうルールで。はい、すごい。メイドインジャパン。かわいいね。高級感。サイズもちょうどいいんだよ。ちょうどね、膝かけて、はい、あ、いいですね、うん、両方リバーシブルでそういける。色が違う。かわいい。色もいろいろあるよね。あ、そうなんですね。ランパカーと他にも置いてるから、はい。で、ここら辺が、これあのカバー、これがノデルの、はい、さっきのテーブル類が全部収まる、全部つけたバージョンのバッグ、はい、カバーですね。収納袋ですね、はい、で、ここ D リングついててカラビナつけてるんで、すごいな、これ。そう、インディアンハンガーにかけると、はい、全部持ち歩けて必要なもんだけパッて抜け出せる、はいはい、すげえ。あ、でこっちテーブルの大きいのと、うん、こっちにちっちゃい方と、はい、っていう。でライトもここあるんで、はい、車からこのまま出してこれにつっちゃえば預けるのもここで全部パサッと。なるほど。でテーブルでかいのはここから横から抜けるんで、わあ、へえ、すごいね、うん。しょっちゅう行く人にはそうだよね。やっぱでもね、しょっちゅう行くっていうのを大事かも。ね、そのギミックは結構大事ですよね。果たしたり出したりとか考えると、はい、うん、確かに。めんどくさがりなんでもこれに入ってる方が、車にパコっていう感じじゃんかな。あとやっと手に入れることができました。はい、王様タケイバーナー。あ、これ、一回使ってない。これ、タケイバーナーなんですね。これが、伝説のタケイバーナー。創業95年だと思う。さっきちょっと見たら。へぇ、もうすぐ100年なんですね。すごー。
国産の。これは初おろしなんですね。初おろしですが、まださっきみんなでね、はい、タンクの蓋開けようって家庭って言って開かない開かないっつって、はい、ここが入れ、ここがタンク休校でしたね。なんですよね、みんなで違うところみんなでここ開けようとして開かないっていう、それで読んだ、はい、僕もでも読まない派なんで何も言えないです。感覚で壊すところだもん、壊すところかっこいいね。で、まあ、人が使ってるのをあの体験してすごい暖かいんですよ。あ、そうなんですね。でもう急に欲しくなって、やっと手に、パワーがやっぱあるんですね。パワーがすごいですね。なんで高校2人夜あ外で寒い時、はい、間に置くと2人とも多分外でもいられるぐらい暖かい、すごい暖かい、すごい暖かい、ね、そんな威力がある、うん、焚き火に匹敵するぐらい暖かい。でこれって取れるんですか、この取れます。この今スプリングで3点引っかかってるだけなんで、はい、このホヤがポコって取れます。取るとその本当にバーナーになる、バーナーになりますね。料理ができちゃうってことですか。そうですね、オプションつけると、はい、クッカーにもなるっていうか、ご徳をつければ、うん、そうですね。まずちょっとテントなんですけど、テントこれまた新しいテントがなんかすごい面白い形を、センターってあるじゃないですか。はいはい、センター、はい、センターのミニバージョンのようで、はい、センターではなくて、センターではないですね。レワードのようで、はい、レワードじゃなくて、はい、シェルター G のようで、シェルター G じゃない。はい、これがあの UK で、はい、個人輸入で、はい、1個買ったんですけど、はい、これがね、あの4万円だったんですよ。めっちゃ安くないですか。4万円でも、うん、UK っていうことはイギリスですね。イギリス製から輸入して4万、元は4万ってことですか。本体は4万円です。ああ、じゃあそこから送料とかかかってるってことですか。送料が5万円ですどう思いますかバカなやつ。なるほど、バカなやつ。まあでもそんぐらいかかりますよね。こっちになかったらしょうがないっていうか、ね、そうそうそう。だからもっと大勢でね買えばね、送料は割れるんでしょうけど。へえ。でこれ面白かったのがポールを組み立てないかったんですよ。もうこの節があるんですけど、はい、これに刺していくだけなんですよ、はいはい、ここがもうデフォルトで通ってて、はい、ここの節を抜いていくだけでパタパタパタって折れていくっていうか。だから通常テントってこういう形じゃないですか、はい、でもこれ細長いんですよ、はいはい、この節で最長なんで。あ、はい、このパーツがバラバラしてくる、はい、ショックコード入ってるんで、はい、テントのようにあの、だからポールを何初めに組み立てる作業がない。パッと組み上げて節だけ刺していけば、これで立ち上がる、うん、上がっちゃう。じゃあ結構簡単です、うん、簡単。膜もつきっぱなしってことですか。つきっぱなし。なるほど、ワンタッチに近いってことですね、うん、でこういうジョイントとかを最後につけていけば。ああ、なるほど、そこでテンション張って、うん、すごい。それでなんか前のテントのすごいな形、うん、ガイロープなし。ガイロープがね、ないんですよ。あ、この入り口とかもそのデワードの、デワードの僕の好きな、はい、形でちょっとこう縁側っていうか、はいはい、軒があるのが好きなんです。確かに。で調べたらあれがロゴのプロフィガーっていうのが、はい、テントの名前が、はい、プロフィガーの、なんだっけ、ドームビビリーっていう名前が、はい、上の NGT っていうところが釣り具屋さんのお店なんですよ。多分釣り具屋のお店オリジナルの釣りの人用のテント。あ、そうなんですね。これだってもう竿ですもんね、このロゴ確かに。あ、そうだね小居釣りとか池で釣りする人が泊まりで行く人のテント、はい、うーん、だからここにね、いわゆるロッド、竿をね立てて。あ、そっか、ここで。そう、ここに竿を立てて挟んどくっていう機能がついてる、固定できるんだ、うん、すごいね。色がね、グリーンなんだけど日によっては茶色く見えて、確かにちょっとカーチっぽくも見えます。緑なんだけど、そうそう、ここなんか、うん、空間がめちゃくちゃ広くていい、うん、ちょうどコットが本当だちょうどはまるんで、寝るには確かに広いですね。十分広い、うん、全然寝るには、はい、これくらいだったら暖房効率も、そうですね、オリンピックワークにかけられるんで。暖房うちと一緒、ね、一緒、コロナのファンヒーター、ね、そう、やっぱりそれでも外出て、はい、入ってきたらすげえ寒くて、
このアラジンだと、はい、パワー弱いんで、はい、時間かかるじゃないですか、はい、その時だけあのファンヒーターに当てられて、一瞬で暖かくなりますよね。あ、これぐらいならそうっすよね。暑すぎますね。でこれ、ちなみにこれは何ですか？これはアラジンの15型って言って、はい、初期なんですよ、はい、でも60年代か60年代60年代のストーブ、すごい、まだ使えるんですよ。まだ使える、うちの親の代だ、うん、全然昨日も現役で使ってますし、ちゃんとブルーの綺麗な火は炎が出ますよ。真鍮のタンクってそうそうないですよ。あ、これ真鍮なんですね。すうん、黒金のすごっ、黒金かっこよ、まだも可愛いですね。これ、なんか映画とかに出てきそう。これもランタン、ランタン、これもランタンで、フラスコ、フラスコですよね。このつまみで芯が出てくるんですけど、あ、本当だ、はい、オイルなんですね。じゃあこれオイルランタン、オイルランタン、アルコールオイルですか？オイル、まあ今僕灯油入れましたけど、はい、オイルランタン、炎ついて、これはオランダのなんですか、オランダのデザインハウス、ストックホルムのデザインハウスってとこで買えます。やっぱ2つ買うんすね。やっぱ2つ買います。そのおしゃれの秘訣は2つだな。2つ買う勇気ね。やっぱりハルピンさんだって誕生日で椅子2つ買ったじゃないですか。あ、うちの椅子、まあ、もう椅子はさすがになんか違うとちょっと気になるなみたいな。いや、ありがとうございます。ありがとうございました。お、なんか月出てる。お、本当だ。お、すごい。はい、ということで、はい、今年もベックさんとマヤさんのコーディネートを見せていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、全然変わってましたね。ねえ、これは立てるのは楽ですか？あの、楽でした。時間はかかんないですか？書かなかったですね、説明書も入ってなかった、うん、説明書が入ってない、分からなかった。あ、そうなんですか。そう、考えるなってやつよ、ね、なるほど。感じろって感じろ、確かに確かに、入ってないってそういうことですよね。そうですね、すごい。だから最後ポーブルとこれどうこうで使うんだろうとか探してて、入ってないところを探すしかない。ここかみたいなね。合ってるか分かんないよね。そう、でもなんとなくやったら一発で立ったから。いやー、すごい。結構イギリスってそういう釣りの、はい、あれなんか盛んみたいで、はい、これだけじゃないんですよ。もっといろんな種類がいっぱいテント出てるから、すごく値段が安い。あ、そうなんですね。いや、勉強になりました。ね、ありがとうございました。皆さんもヨーロッパのテントとか、はい、剥がしてもらえる。イギリスっすよね、これは。これはイギリス。ということで、はい、またじゃあ次のテントも1年後1年後にテント新しくなってるかわかんないけど。ということで、はい、また、はい、またぜひよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。今回もありがとうございました。ありがとうございました。あの、ベックさん、マユさん、ノデルさんの情報概要欄にありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。お願いします。お願いいたします。ということで、この後は、ちょっとレジェンドのサイトに行ってきますので、楽しみに。また続編ありますので、そっちもご覧いただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。よろしくどうぞ。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなり。さよなり。ありがとうございました。ありがとうございました。